8月4日はマリノスで長く活躍した松田直樹さんの命日ということで、今日選手たちは喪章をつけてのプレーということになります。ロメロフランクの左足膝、ここがシュートに来た、ホーニーだ、ホーニーが狙ってきましたね。梅山さん、そうですね、やっぱりあのバイタルが硬いと見るやその外からっていうのは有効な形だったかなと思いますね。ちょうどこの試合直前の練習の時にはホーニーあそこから何度も打ってましたよね、はい、そうですね、あ、左の太ももですね、もともと痛めてたんでしょうね。あ、なるほど。まだ立ち上がり8分です。ロメロフランクがピッチを去って、そして原輝樹が入るということになります。アルビレックス新潟です。ニアサイド磯村か、こぼしてどうだ、矢野シュート、最後味方に当たりましたが磯村です。そうですね、矢野にマークしてたのが中澤でしたね。おそらく中澤が一番ヘディングが強くて、相手の一番強い選手に中澤がつくと思うんですけど、はい、短期ではなかったですね。山中走っていく、天野どうする、突破する、原輝樹奪い切れるか、マルキノスだ、スルーで斉藤学ぶ、わずかにゴール左でした。矢野クロスを入れる、そして短期のところ、その後ろまだある。少しこの後半オープンな展開になってきた。ただこの時もマルティノス斉藤はこういうところで、カウンター狙ってるんでね。磯村、加藤勝、ゴールキーパーの正面、ここはキーパーキャッチしました、飯倉です。上山さん、ロペスマグナー監督は前半の戦いに一定の手応えは掴んでいるようですね。そうですね、ただこの後半、それを継続できるかどうか、ここはゴール前、決まった、押し込んだ、最後はマルティノス。いや、マルティノスがそこにいることもそうですけど、山中ですね。そうですね、山中この前もそうですし前節もそうなんですけど、はい、多少プレッシャーがあっても必ずこうここっていうところに上げてくるんですよね。横浜 F マリノスが先制点を奪いました。ですからこう、もう疲れてきた時には足元に入れてあげてもいいかもしれないですね。なるほど。さあ短期だ、短期だ、切り返す、切り返す、シュート、マリノスはこういうところが狙い。斉藤学ぶ、加速する、加速する、切り返すか、シュートに行った、森田、キーパー森田の鋭い反応、前田のシュートを防ぎました。さあ遠目からのシュート、来た、天野が決めた、2試合連続ゴール、横浜 F マリノス貴重な追加点、天野今シーズン3点目、勝利をぐっと手繰り寄せる、天野のミドルシュートがゴールに突き刺さりました。後半の28分、さあ残りは15分とアディショナルタイムですが、梅山さん、この早間、鈴木武蔵どうだ、ゴール前に入っていく、ここで試合終了のホイッスルです。
横浜 F マリノスは3試合ぶりの勝利、アウェーでしっかり勝ち切りました。しかも2対0の完封勝利ということになりました。